皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第一、東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマは Q&A おわんぽです。皆様にはこのオンワンポーに関するご質問たくさんお寄せいただいています。それぐらい皆様にオンワンポーを実際やっていただいているということだと思いますので大変喜んでいます。今日のご質問は、小豆の力で5分以上温めているのですが、そのまま寝落ちしてしまうことがあります。あまりに気持ちよくてこのまま寝てしまうというパターンですね。それは大丈夫なんでしょうか、というご質問です。答えはピンポーン、丸。そのまま寝てしまっても大丈夫ですよ。ただし、このような蒸しタオル直接まぶたに乗せている場合ですね、これはまぶたが濡れてしまって気化熱で温度が逆に下がってしまうんですね。なので、この蒸しタオルで5分以上とか、このまま直接濡れてるものをまぶたにのっける、これは NG ですよ。このまま寝ちゃうももっと NG です。なので、もしそのまま気持ちよく寝てしまいたいなと思われている方は、ぜひぜひまぶたの温度が下がらない市販のこういった小豆の力のようなこういったグッズでまぶたを温めてください。本日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。